ご来場くださいまして誠にありがとうございます。またサンキュレッツ広島の本日は本日はご覧のお祝いをお願いしておりまして誠にありがとうございます。皆さん一度お迎え申し上げます。浦和だと書いてあります。ここで本日の審判団をご紹介いたします。デビュー山本雄大、アシスタントレフェリー大塚春彦、あれ今日ハロウィン仕様なんだっけ。ああそうだね。あだからこれ先やった伊藤力夫、マッチコミッショナー高橋信によって進められます。ただいまより両チームのスターティングメンバーを発表いたします。まずビジターサンフレッチェ広島のスターティングメンバーです。38番ゴールキーパー大阪圭介、2番ディフェンダー野上優輝、23番ディフェンダー荒木隼人、19番ディフェンダー佐々木翔、3番ミッドフィルダーエミール・サロモンソン、6番ミッドフィルダー青森、15番ミッドフィルダー稲垣翔、18番ミッドフィルダー40番ミッドフィルダー川辺駿、14番ミッドフィルダー森島司、20番フォワードドーグラス・ビエイラ、続いてサブスクートです。1番ゴールキーパー林拓斗、5番ミッドフィルダー吉野恭平、27番ミッドフィルダー清水剛平、30番ミッドフィルダー、